3党を代表して TPP 環太平洋連携協定および関連11法案について質問します。今年2月米国日本など12カ国が署名した TPP に対して参加各国で国民の反対の声が湧き上がり、発効の見通しは立っていません。ところが安倍内閣は早期発効に向けた機運を高めていきたいなどと前のめりに批准を強行しようとしています。 TPP は参加各国が関税を原則撤廃するもので、農産物輸入が完全に自由化され、農林漁業と国民の食料に大打撃となるものです。さらに非関税障壁撤廃の名のもと、食の安全、医療、金融、保険、観光需、公共事業の発注、労働など国民生活のあらゆる分野で規制を取り払っていくものです。安倍内閣がその交渉内容や国民へのリアルな影響も明らかにせず、批准に向けてひた走るなど断じて許されません。総理の明確な答弁を求めます。 TPP は国会決議に明確に違反するものです。2013年の国会決議は農産物の重要5項目、米、麦、牛、豚肉、乳製品、砂糖は関税撤廃を認めない、除外または再協議にするとしています。自民党はこの決議を守ることを国政選挙の公約にしたはずです。ところが今回の TPP では安倍総理自身も聖域とした重要5項目のうち3割の品目で関税が撤廃され、米でも関税ゼロの特別輸入枠まで新設されました。わずかに残った関税も発効7年後には撤廃に向けた協議を約束させられました。これは明白な国会決議違反、公約違反ではありませんか。国会決議やまた交渉により収集した情報は国会に速やかに報告し、国民への十分な情報提供、幅広い国民的議論を行うことを求めています。ところが安倍内閣による TPP 交渉は入り口から出口まで徹底した秘密交渉が貫かれ、日本の参加条件とされた日米二国間の平行協議でも何が話し合われ、日本が何をどう受け入れたかも分かりません。これも国会決議違反です。しかも協定は日本語が成文になっていません。付属書などを含む全文の和訳の国会提出が求められているのに、英文8400ページのうち6000ページ分もの和訳が提出されていません。安倍内閣が甘利前大臣の下で秘密裏に進めてきた内容を含め、交渉の全経過を国会と国民に報告することをはじめ、十分な情報開示を行うことを強く求めます。 TPP は暮らしと経済のあらゆる分野で国民の利益と経済主権を多国籍企業に売り渡すものになっています。米国を代表する108の多国籍企業、業界団体が名を連ねた TPP のための米国企業連合は、米政府に要求書を出し、例外を設けることは米国の農業者、製造業者、サービス業者が新しい市場に事業を拡大する機会を制限すると、もっぱら多国籍企業の利益拡大の立場から日本に市場開放を求めてきました。これこそ TPP の真実ではありませんか。日本で TPP を強く要求したのは日本経団連など財界や多国籍企業だけであります。 JA 組合長の 93% は国会決議が守られていないと表明し、各県医師会や子供を持つ親からも懸念の声が相次いでいます。国民の側から TPP を結んでくれなどという声は上がっていないではありませんか。農業の関税撤廃をめぐって安倍政権は156のタリフラインの関税を維持したなどと言います。しかし段階的関税削減を含めて
82% 以上の撤廃は、日豪 EPA 経済連携協定や、ウルグアイランド農業合意をはるかに上回るもので、史上最悪の農業潰しに他なりません。日本共産党は、昨年10月の大筋合意後、全国での農業調査を行いました。ある自治体からは、TPP で離農が波を打って押し寄せるのではないかと心配を聞きました。あるみかん農家は、父親が地域の農家から信頼されて託してくれた園地を自分の代でダメにするわけにいかないと、涙まじりに語りました。総理は、こうした声をどう受け止めますか。今政府が行うべきは、農産物の価格保障と所得保障を組み合わせ、安心して再生産できる農業を作ることであり、国民への食料の安定供給、食料自給率を引き上げることこそ最大の責任ではありませんか。TPP の大きな眼目は、進出する多国籍企業の利益を保障する非関税措置の撤廃です。すなわち、あらゆるサービスが規制緩和の対象となり、緩められた規制を元に戻せない仕組みや、企業や投資家が損害を受けたとすれば、ISD 条項を用いて、相手国を訴えられる仕組みまで盛り込んでいます。この下で、遺伝子組み換え作物や輸入食品の急増で、食の安全が脅かされかねません。製薬企業が薬価決定に影響力を及ぼして、薬価が高止まりし、労働分野では賃金低下、非正規雇用の増加、労働条件の悪化がますます進行するのではありませんか。政府や自治体が発注する建設事業などでは、国際入札の義務により、地産地消の取り組みができなくなり、地域の仕事が奪われることになりませんか。将来の保険医療制度などの協議や、日本郵政における保険商品販売など、すでに米国の要求に応えている金融保険では、TPP をてこに継続的に米国の利害関係者が日本に物を言える仕組みを盛り込んでいるではありませんか。加えて TPP が発行した途端、協定に基づく各種委員会が立ち上がり、日本に再交渉を迫る仕組みまで盛り込まれています。まさに幅広い分野で、今後の国民生活と営業を脅かすことは明白であります。次に、TPP の経済効果についてです。安倍内閣は貿易や投資拡大で GDP を14兆円押し上げる一方、農業への影響は牛肉、豚肉、乳製品等33品目が1300億円から2100億円の生産権となるだけ、極めて過小に評価しています。また TPP は80万人もの新しい雇用を生み出すと吹聴しています。しかし、この80万人は、ある分野で雇用が失われても、労働者は他の分野へ自由に移動できるので、結果として失業は起きないという、全く現実とかけ離れた想定ではありませんか。総理、農業への影響、非関税措置撤廃への影響について、なぜ責任ある試算を示さないのですか。TPP がもたらす深刻な打撃を、ないものと描く、まやかしの試算で国民を欺くことは断じて許されません。日本が進むべきは経済格差を拡大する TPP ではありません。国民の懐を温める経済への抜本的転換とともに、アジアと世界で各国の経済主権、食料主権を尊重しながら平等互恵の経済関係を発展させる貿易投資のルール作りの先頭にこそ立つべきであります。真の国益に反する TPP は徹底審議の上、批准でなく撤退を、関連11法案の廃案を強く求めて質問を終わります。